まあ、ですね、尾身先生がですね、ムシュー先生がインスタグラム始められたり、なんだっけ、ねえねえ尾身さんかなっていうハッシュタグでやられてるってことなんですけど、あれによってすいません、ゲリラ的に今、雨の中、東京都内、移動している、ちょっと本当に短い時間、皆さんにお話するんですが、まあ、尾身さんだから結局、広報官っていうかね、パブリックリレーションズの方としては、まあ、優秀なんだと思うんですよ、それなりにね。僕やっぱりずっと、その専門家会議とかに期待してたのは、医療システムの改善とかそういうことにね、メスを入れるということをずっと期待してるんですけど、まあ、それはどうも期待できないんだな、という残念な気持ちがちょっとあります。で、今日一方でその尾身さんは広報官としては優秀なんで、ああいう感じのやり方っていうのを好きな日本の方もいらっしゃって、ツイッターの、ねえねえ尾身さん、ハッシュタグねえねえ尾身さんの反応見てると、まあそういう方は好意的な見方をしてるんですけど、まあ僕はちょっとやっぱり厳しいなと思ってますが、今朝ですね、ですから YouTube にまだパブリッシュできてないんですけど、僕のコメディシリーズですね、デイリーショー、もう一件のデイリーショーっていうシリーズで、尾身さんのことを取り上げてます。まあなんていうか、日本のお笑いはそういうところに突っ込んでいかないってことについてももう諦めてるというか、まあそういうマーケットなんだなと思ってるんですけど、おそらく僕の感じだと、尾身さんいいねって、まあこういうね、ねえねえ尾身さんみたいなハッシュタグ立てて、そういうことやってる、まあ広報官みたいなね、システムには切り込んでいかないんだけど、広報官みたいな、そういうのいいなっていう人たちと、おはようございます。それから、日本のいわゆるお笑い、M1 とか、ああいうとこでやられてるお笑いがいいなって言ってる人たちはおそらく被ってて、日本の、まあ、ある種の本流なんでしょうけど、僕はそこにはいないということです。僕は僕なんで。ですから、今朝の、尾身さん、尾身茂さんのですね、コメディ、作ったコメディは意外と僕の魂の叫びなんですけど、まあ、設定細々とやっていきたいなと。ちょっとレジスタンス的な感じですかね。はい。僕はレジスタンスとして、これからも細々と、底辺 YouTuber として生きていきたいと思います。ということで、短い配信でしたが、ありがとうございました。また皆さんにお見返るのを楽しみにしてます。県庁でした。